アッシュレディオ。さあさあ始まりました。おはようございます。始まりました。先日僕高速道路に乗ってまして、ほう、歩いて危ないやつや危ないやつ。さすがに車で、さすがに車で、東京タワーをちょっと見たんですけどね。ほう、東京タワーってめっちゃ僕めっちゃ好きなんですよ。はい、わかります。わかります。風情の塊ですよね。もう風情の塊、も風情と検索したら出てくる。はい、松尾芭蕉か東京タワーそう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 。で、東京タワーをこうふと見てて、東京タワー赤いじゃないですか、うん、て、あの物自体が、はいはい、で、これ黒くしなかったの天才だなって僕思ったんですよ。はいはいはい。黒くしてライトアップしてても多分全然もうただの鉄、うん、だけど赤くしてこうライトアップするからめちゃくちゃ綺麗にこう映え、うん、映えるし、うん、こうシンボルとなるし、うん、なんかもうその風情があるじゃないですか、うん、で、これ最初からこう赤で塗ろう、赤で塗った方がライトアップした時綺麗だって思って作ったんだとしたら天才だなって思って。なるほどっていうのを僕は高速道路あ、これ赤だからいいんだなっていうのを、はいはいはい、なんか思ったって言ったらそれだけの話なんですけどごめんなさい、思っただけの話をまたしちゃいました。なんで赤か気にならなかったですか。なんで赤なんだろうなって思って、なんで赤なんだろうなって思ってたんですけど、そっから調べたりちょっと来ましたね。調べてみようかなんかそれが多分情報と知恵の違いだと思うんですけど、はい、多分錆止めですよ。あ、東京タワーが赤い、赤にしようとしたわけじゃなくて、うん、その鉄鋼って、うん、あの錆止めって赤じゃないですか、錆止め自体が。ああはい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 。だからただ赤いだけだと思うんですよ。おお、多分ね、調べたら飛行機から見えやすいようにみたいな話あるみたいですね。いや多分それ嘘ですね、錆止めですよ。だって東京タワー以外にも鉄塔って赤いじゃないですか。赤いやつ見たことありません？赤い鉄塔ってなんか田舎とか行くと、うん、なんか山とかにたまに立ってるんですよ。電線やってるやつ、 あれ全部赤じゃないですか。で、工事現場の躯体も赤じゃないですか。躯体赤、はい、だからそれは鉄は錆びるから錆止めの色が赤なんですよ。あのなるほどね、塗ってるやつがね。そう、酸化しない塗料というか、それが銅みたいなやつ塗ってた、はい、多分、うん、どうなのかわかんないけど。で、東京タワーができた昭和、うん、昭和ですね。オリンピックの昭和、1964年とかその辺じゃないですか、の時代に赤ができる、赤を使うったらもうそれ以外ないんじゃないですか、理由が。はあ、そういうことか。で、推理しますけどね、僕だったら。コナンだな。はい、そうか。でもなんでスカイツリーは赤じゃないですかね。いや、あの、文明が進んだらそっか、赤じゃなくてもいいようになったんだ。はい、だって東京タワーは鉄塔むき出しじゃないですか。あれもうほぼむき出しですよ。うん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 、そうですね、見えますもん、はい、ボルトストラクチャーのただのその構造、うんうん、見えるもん。あのスカイツリーはちゃんと建物になってるんですよ、外壁とか。あ、スカイツリーって持ったことあります？ないっす。東京タワーは、あ、東京多分あのもう記憶のないぐらい登ってると思います。小学校は登ってるかな、多分登ってると思います。めっちゃ前だじゃん、はい、で、やっぱ照明もあのケルビンってあるじゃないですか、うん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 、要は白い電気と黄色い電気と、はいはいはい、で、東京タワーのあの黄色いやつ、うん、あれいいっすよね。うーん、あれがあるからやっぱすごく風情があるんですかね。あ、なんかいいっすよね、スカイツリーより東京タワーに惹かれちゃうんだよな。まあスカイツリー青いし、結構東の方にあるし、まあ、そう見えないしね、こっから、うん、もはやスカイツリーが見えるマンションよりも東京タワーが見えるマンションの方が多分家賃高いと思う。あ、まあそれはあのエリアにもよるけど、うんうん、エリアだからっていうことであれするけどもしれないけど、そうだ、なんか人の心をちょっと、確かに東京タワー見えてる子が自慢していません。うん、俺のバルコニーからスカイツリー見えるんだよねって言われても、なんか
ちょっとずる、なんかちょっとずるしてるというか、スカイツリーはちょっとずるくないみたいな、ありますね。高いしね、そう。東京だったら、おおって感じ。ああ、いいですね。バルコニーから東京タワー見える。いいですね。僕は社会人1年目の時に住んでた家が、バルコニーから見えますけど、家出た、家を出た交差点から東京タワー見えました。てか、東京タワーまで、うーわ。徒歩で多分3分ぐらいでしたね。めちゃめちゃいいとこじゃないですか。リリー・フランキーもびっくりですよ、それ。はい。確かあれは2丁目だった気がするな。あー。3丁目ではなかったです、ね。あの辺の。はい。まあそんな話はさておき。そんな話はさておき。質問に答えるラジオ番組に。そうでした。吉川さん、アシナさんに質問です。アシナさんが意思決定を行う際の思考の癖を教えてください。あー、意識高い系の言葉が出てきましたね。意思決定。私の意思決定を行う際の思考の癖は、最初はロジカルに考えつつも最後は経験上良さそうだという雰囲気で決めています。アシナさんは意思決定を行う際、このようなロジカルさ加減と、雰囲気さ加減、過去表現が下手くそですいませんのバランスはどのようなバランスでしょうか、よろしくお願いします、という質問です。なるほど。意思決定を行う際の思考の癖、スタートは全部雰囲気です。もう雰囲気でバーって考えて、雰囲気で OK か OK じゃないか、で最後の裏付けが論理です。だから例えばデザインとかも、こういうデザインにしようか、こういうデザインにしようか、あ、こんな感じがいいよね、で最後こんな感じでやるんだったら、じゃあこれロットがいくらで、これいくらになるのかっていうのをやって、それでいけるんだったら行こう、それがいけないんだったらもう一回その雰囲気を作り直すとこからやんなくちゃいけないじゃないですか。っていう感じですね。でもデザインもそうだし、じゃあ事業とかもそうだけど、じゃあこういう感じで店舗作ろうか、じゃあこういうとこに物件契約しようか、で、あ、ここいいね、雰囲気もいいね、場所もいいね、エリアもいいね、で最後じゃあそれで家賃それ合ってんの、でそれちょっと高すぎるからやめようかっていう、なんか最後はその裏付け、自分の雰囲気がもう 99% で、だから 1% がその裏付けじゃないですか。雰囲気ってまあ感覚的な話ですか。そう雰囲気めちゃめちゃいいねって言って、うん、でそれが家賃が1000万とかあったらそれは借りないですよ、契約しないですよ。でもそういうのちゃんとやっていくと、その雰囲気の時点で大体、もう雰囲気の時点で大体予算感って入ってくるんですよ。ああここいいね、このビル、あ、ここのビルに借りたらこれはでも多分予算オーバーになるわっていうのが、その見積もりというかその論理を見なくてもだんだんこの分かるようになってくる、すり合ってくる感じなんだ。でその雰囲気よりも雰囲気の感覚はこれでやったら多分あの家賃多分80万かなと思って、それが60万ってとも即契約じゃないですか。っていうその自分なりのもう感覚の中で、自分の中でも全部描かなくちゃいけないんですよ。だからその仮説を立てる、固くいたら仮説を立てるっていうことになるんですけど、あ、こういう雰囲気でこういうデザインでこういう風にやって、こういう風にやったらこういう風にやったらまあ多分いくらっていうのをもう持っといて、それでそれより安い金額が来たらじゃあやりますっていうところで一瞬で意思決定ができます。だからなんか物を買う時とかも、あのうわこれめっちゃいいなとか、じゃあのだから金額予測ですね。金額予測がすごく大事で、飯食った時も飯を食って、うわここめちゃめちゃいいなって言って、飯を食ってお会計お願いしますって言った時に、だいたいいくらかを自分でまずあのゴチ、ぐるなえのゴチになりますじゃないけど、1人いくらだと思いますって出すんですよ。はい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 。でこれ以上だったら絶対高い、うん、でもこれ以上だったら安い、もう一回来るっていうのを自分の中でまず答えを出すんですよ。これでこんだけ飲んで、こんだけ食って、これで、多分1万4000円かな、1人、うんうん、でお会計が1万円あったらもう絶対もう一回来るじゃないですか。でもこれで例えば寿司屋とかでも、うん、この間行った寿司屋、お寿司屋さんが、うん、あ、こんだけ飲んでこんだけ食って多分1人2万、まあでも飲んだからな、2万7500円、うん、そしたら4万2000円だったんですよ、1人。はい、だからそれは絶対行かないですどんな寿司、はい、それも絶対行かないですね。どんな寿司よっていうのをやっとかないと、その感覚と論理がこう分かんないじゃないですか。だしそれは絶対いい買い物できないですよ。どんだけ金、お金があるのといい買い物ができるのは違うじゃないですか。あ、お金があるのといい物件を契約できるのはやっぱ違うわけなんで、
だからお金持ってるからどの物件でもいいとかじゃなくて、うん、そちゃんと買い物は、うん、自分のその金額感がないと、うん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 、なんかこう成立しないですよね。あ、そうですね、確かに自分の中の高い安いお得、うんうん、あ、そうですね、うん、で、いらないもの、うん、いらないものは全部僕の中ではゼロです、金額は。うーん、いらないものっていう、じゃあ例えば僕がいらないものって例えばなんだろうな、ビジネスバッグ、ああ、うんうん、僕別にいらないんですよ、うん、あの持ってるやつもあるし、うん、でも人によってはえ、なんかそれかっこいいの欲しい、うん、っていうなんかえ、うん、なんかビトンのカバン、うん、ビトンのビジネスバッグいいじゃん、うん、みたいな人もいるじゃないですか、うんうんうん、でも僕の中ではそれは必要ないものなんで、うん、必要ないものを見た瞬間に僕の中の値決めはゼロなんですよ。あ、だからそれがいやこれ今セールで5万円ですって言われたら絶対高いんですよ。あ、だって0円に対しての5万円だから、はい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 、それはもう全部高いじゃないですか。あ、そっか、だからそれも買わない買わないっていう。あー、なるほどね。でもその自分の中の値決めっていうその感覚がないと、あのお店の人にあこれ今すごい人気で、あのすごい素敵なカバンでこれ買うのすごく上手って、今セールやっててこれ5万円なんですよって言ったら買っちゃうんですよ。あ、あれは買っちゃうわそれ。あ、そう、多くの人がそれ買っちゃうパターンです。でもそう考えると、その自分の中でこれは0円っていう、自分の中にこれはいらないみたいなのってあんま考えてないかもしれないです。考えてんのか、いや考えてないじゃないですか。だから衝動買いみたいなのあるわけじゃないですか、はい、だから意思決定ができないじゃないですか。むしろ意思決定をしないまま物を買ってることの方が多い気がしますよ。ああ、意思決定をしないままなんとなくってことですか。はい、だってそれをあの女性とか、え、それ持ってるやんその服っていうなんか、うんうん、いやめっちゃあるそれめっちゃある、はい、誰とは言わないですけど。ああそうか、自分にいらないものが分かってないのかな。まあでもそこもなんかもうこんなこと言ったらもうあれですけども、消費者、消費するっていうことを目的にしてるのか事業するっていうことを目的にしてるのだけでやっぱだいぶ違いますからね。なんか僕が物を買うって、なんか物を買ってなんか自分のために使うもの、自分のために使うものってなんかほぼなくないですか。自分のために使うもの、はい、まあ、自分の服とかですよね。なんかその生活に関わることじゃないですか、うん、でそれ以外の買い物はなんかもう人を喜ばせるために、じゃあ例えば物件とかもそうじゃないですか、うん、そうだね、機材とかもそうじゃないですか、うんうんうん、弁護士費用とかもそうですよ、うん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 、なんかそれってあんまなんか自分に関係ないっていうか、うん、そしたらなんか考えるじゃないですか、結構みんな自分の利益、自分の損だとみんな結構、うん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 、計算できなくなるんじゃないかな。あー、なんでかな、そうっすね、うん、なんでだろう。まあ、あとはやっぱあのその物を買うっていうことが、うん、普通はレジャーだったりするんで、うーん、余暇、うんうん、そのお金を使うっていうゲームというか、そうですね、暇つぶしだって言ったらあれですけど、みたいなことも、ね、お金使うの楽しいからね。そうそうそう、暇だなっていう、お金を使うの楽しい、あー、あーそうなんだ。僕、あー僕あんまりその感覚になったことないかな。お金を使うことが楽しい、お金を使うことが楽しいっていうか、いや、わかりますか、わかります、買い物とかでしょ。そう、なんかいますよね、買い物してストレス発散したいみたいな。あ、僕が買い物したらストレス溜まる気がするんだけど、買い物したらストレス発散、うおっしゃ買ってやったぜみたいなことですか。あれ何なんですか。いや、おっしゃ買ってやったぜなのかな、わかんない。いや欲しいもの買ったら楽しいんじゃないっていう、嬉しいんじゃない。ああ、そっちですよね、うん、ああ、それならわかります、うん、それならわかります。ああ、買い物でストレス発散ね。でも欲しいものが物じゃないっていう、なんか完全な意識高い発言になってしまうんですよね。ああ、芦田さんがですか、うん、ああ意識高い発言欲しいものは物じゃないっつって何が欲しいんですか。なんかこう、状況とか、はあ、形とか、うん、だって、
なんだろう、例えばですけど、え、吉岡さん本当にすごいですね、カリスマですね、何どうやってやったら吉岡さんみたいになれたんですか、教えてもらえませんかって結構良くないですか。うん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 、そういうのが欲しいんじゃないですか。あー、お金出して買えないね、はい、お金で買えないし、うん、お金かけなくても買えるんですよ、それ手に入るんですよ、お金かけなくても、はい、いや例えばじゃあ吉岡さんが100万円のスーツを着て、うん、500万円の時計をして、うん、やばっ、なんか5万円のネクタイして、うん、5000万円の車に乗って、うん、すごい、したら今いくらぐらい借りました、まあ、5000万ちょっとぐらい、うん、5500万、うん、5600万ぐらいで吉岡さんすごいを手に入れたわけじゃないですか、うんうん、でもさっき1個前の話で、え、吉岡さんどうやったらそんな仕事ができるようになったんですかっていう話って、吉岡さん5000万円かけずに、自分が努力さえすれば、うん、5000万円かけずにその状態になれるわけじゃないですか。あ、はいはいはい、それが一番買い物して賢くないですか。あ、賢い賢い賢い、費用対効果というか、はい、あって言ったら僕はなんかそっちの方が欲しいなって。うーん、ああそうっすね、はい、でもなんかみんな1000万円のものを買ったら1000万円の賞賛が手に入って、うんうんうん、5000万円のものを買ったら5000万円の賞賛が手に入って、うんうんうん、っていうからみんな俺は何の車乗ってるとか、うんうん、俺はこの何の家乗ってる、うん、家どこの家に住んでるとかっていう話にやっぱなってきちゃうんですよ、うん、あ見えの張り合いだ、そうですっていう、なんかその消費のなんかレースに巻き込まれると、うん、大変になります、ね、うん、くれぐれもありがとうございました。ありがとうございます。